はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず罠でおびき出しをして、帝国軍をやっつけるっていう作戦ですね。まあうまくいったようですね。次はサジッタ族の族長のもとへということで、アニエス様もなんかクスクス笑いながら企んでますけど、じゃあサジッタのところへ行きますか。行け湯船。てかサジッタ族のとこってさ、秘密基地みたいなところなんじゃないの？言っちゃっていいのこれ、おびき出しの作戦とはいえ。ちょっといきなりだけど、ボス戦になると嫌だからセーブしよう。友達データが更新されてるよ、コムサブロー。こいつばっかだな。友達がいないからしょうがないけどさ。あとね、ガーディアンがね、やっぱり弱いんだよな。どうしよう、変えようかな。パンチ力にかけられるんですよね、パンチ力に。バルキリーちょっと上げるか。バルキリーも強いとは言い難いからな。エクソシストは多分、マジックパワー系だしな。文句にしてみようかな。ちょっと文句にしてみます。で、装備。うい。まあ、両手持ちだよな。で、これ、器用さが上がるから変えよう。パワー上がるやつとかないの？命綱ってゴースト無効か。盗むの成功率とかいらないしな。まあつけるもんないんでシェルピタでも上げとくか。ほい。アビリティは物理、ウルフ、バラージ崩壊。あ、まあいいね。ちょっとこれでいきましょう。中でイベントかな。そうするとあれ、族長のとこじゃん。おい族長、ちょっとここおとりに使わせてもらうぞ。来たか、月の民とその仲間たちよ。いいね、やっぱり響きが。族長、ディアナ様みたいですね。目標が SP4 の射程圏内に入りました。よし撃て。来たか。え、宿敵。我らの宿敵が魔王サジッタ族の使命を果たす。SP4、 なんだよ、不良かよ、魔王じゃねえのかよ。あ、待って、ユウ。いいんだ。いいよ、もう兄さんとか。兄さんは本当にいいのか。いいよ、撃て。ロータス、SP4 の引き金を言うぜ。人に託すの。押し付けんじゃねえよ、ハゲ。覚悟が決まったら引き金を引きなさい。お前が自分の手を汚したくないだけだろう。わかりました。引き金ってどこにあるの？あ、もう引くよ、これ。おい、なんかめっちゃブレてるけどいいのかなこれ。ちょっと外したところでやってみよう。おれ、あ、真ん中になってきたよ。ほら、鬼レーザー発射。特に効いたような形跡が。おわ、超しょぼい。なんかガードされてるみたいな感じなんだけど、まさかこんなに威力が低いとは。待ち伏せだと。まんまとハマったな。操作、逆手に取ったのさ。ミネットの猫ネットは逆手に。ごめんにゃ。気にするな、お前のせいではない。いや、だけどよ、このままじゃちょっとまずいんじゃ。分かってるにゃ、失敗の責任を取るにゃ。お前をぶちのめす。ミネットが時間を稼ぐから。逃げんのかよ結局。その隙、何、敵のど真ん中に飛び込むという。何でもいいにゃ。皇帝、おかげで一人ぼっちだ。最後に一つだけ。ミネット、忘れるのか。なんだよ、俺たちが悪夢者見てじゃねえかよ。お前は悪者だよ、俺たち。それじゃ。だが敵には容赦はしない。お、ビスマルク。行け。超影薄い。右下にちょびっと映ってるだけじゃん。友情が火を吹いてる。スピードも。そうだ、これが悪者の力だ。This is it! お前たち、はいよ。まさか、どうやって来たんだよこいつ。超速えじゃねえかよ。ミネットは猫だからにゃ。いや、高いところとかじゃなくてさ、高いところから飛び降りるのはお前たちに。友情からここまでどうやって来たんだよ。生きたければビスマルク来てくれ。
されたよ。ぶちのめすけどね。皇帝のため、そなたが天国から見ててくれみたいな感じだな。やる気ね。まあとりあえずデフォルト、これどうだろうな。またエビで対応するをやっとくか。でフィジカルガード、フィジもデフォルトでいいや。みんなバカどもばっかだな。オラオラ、ちょっとただダメージを食らってるか。フィジカルガード使ってこれだもんな。フィジカルアップをもう一旦使おう。よし、ねね、あ、寝るんだこれ。最悪だ、めっちゃ寝た。攻撃力強っ。ケアルガを使おう。相変わらず強いか。この世界なも、あれ皇帝は声をかけてくれたのに。皇帝はなんかちょっと箱の中で震えてたミネット、捨てられてんじゃんミネット。一緒に来いって。皇帝はいいな、皇帝はいい、皇帝ミネット、なんか皇帝いいやつだな。きっとまたそんなことしないと思うけどな皇帝は。やばい、永遠の眠りってなんで死ぬ。おお怖え。よし、ここから反撃が開始。攻撃回数を上げて、ウルフファングとか攻撃回数上げるの意味あんのかな。ミネット先に狙おう、なんかちょっと鬱陶しいから。でマグノリアは溜まってないから、またエビで対応するか。隙魔法でフィジカルを少し上げとこう。おらおら、命中力は低いが強力な攻撃。どうなんだろうな。一応ホークアイつけてるから命中力は高いはずなんだけど、それが反映されるのかどうかちょっと分かんないんで安全に行きます。人間は嫌いな。お前人間じゃないの。お、実験体にされてたのか。両親はどこにいんだこいつ。ほら行くぜ、攻撃回数アップ、けらえ。もうつい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 、もうめっちゃつい。ほらそうだな、こんな弱いなんて。ほらほらほら、あとはキングレイはお前だけだ。これはもうブレイブで型をつける。これちょっと攻撃回数上げないでやってみよう。変わんのかな。これで変わったら攻撃回数アップは役立つということで、もう倍撃でいこう。このターンで全てを終わらせる。間違えた。こっちやることねえな。ホーリーでいいや。 80! そうだ、80掴んだ。ホーリーあんま強くなさそうだけど、これはね絶対勝てる自信がある。もう今の俺たちに敵はいない。おら、あーでも6000か、やっぱりあれだな、強くはなってんだな。動物虐待。麻痺無効、内胆、倍倍撃、海賊をマスターした。猫じゃらしなんていらない。猫だ。またいらない。いやにゃ。お前はもう、もうよせ。そんな。ダメじゃ。にゃ。お、お前は。ミネット様、椿でございます。喋り出したぞ。にゃにゃ。はい、現在そちらに急行して。一階の猫に過ぎないお前が来たところで。ひどい。いえ違う。私のご主人様は。猫仲間から追放され、死あるのみと絶望し、それも毎日毎日白米しか食べておりません。はい、それは良かった。違うのですミネット様。
早っ、こいつも早えな。師匠、おお、貧乏に見ねっ、白米しか食ってないらしいな。異彩は聞いたぞ、ミネット。行くところがないのなら、私のところに来い。こいつらみんなロリコンだな。皇帝にしろ、神泉にしろ。椿も懐いているようだしな。それに、エタルニアにある私の家には、いや、突然すぎだろう。それは日当たりの良い縁側があってな。こいつ貧乏だぞ。冬場は冷え込みが厳しいが。おいおいおい、マジか、神泉。その大きいのも一緒でいいぞ。だが時間をかえ。いや、まさか神泉ドリコンだったとはな。お疲れさん。お疲れ。あ、ロータス。もう一発撃ちたいんだけど。SP4。予定通りだ。冬城は SP4 の射程を嫌って東へ。エタルニアか。エタルニアの損害は大きく。逃がすもんですか。完全に反撃開始だな。おお、すまんな、前回殺しちゃって。今回は活躍させてやろう、お前に。行くぞ、お主ら。水晶にありったけの魔力を送り込め。全身全霊。お前らって二人しかいねえじゃねえかよ。星は伊達じゃないってとこ。こっち魔力あんの。見せてやるっすよ。金で五つ星になったんじゃねえのかよ。三人だとすごいな。水晶に集まり。学園中の生徒全員呼べよ。おお、足止めか。またペンだ。よくやった。浮遊城はこのままわしらの力。お前さんたちはその間に。オーケーオーケー。はい。あとは任せるっすよ。先輩、お前しゃしゃり出てくんじゃねえよ。六つ星のちょっと先輩の勝利。ノルゼン教授、よし、では君と気をつけてにゃ。おい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 、ミネットもう寝返ったのかこいつは。寝ちゃったみたいだね。ひでえな、今まで皇帝皇帝って言ってたのに。いや、金星殿、どうかしましたか。あ、いや、そのなんでこいつが。お前もロリコンか。その娘ミネットゴロネーゼをわし、かつてわしはかの世界疫病が教授が開発した特効薬が効いたからじゃないですか。こいつから何かしたんだな。いや、原始病と呼ばれる病原菌、世界中に蔓延したセカンドパンデミック、セカンドインパクトみたいだな。その次なる世界疫病が発生したその時は、わしら研究者はいつ、まさに時間との勝負じゃった。しかしミネット・ゴロネーゼ、普通の人間じゃねえか。その子の母親は、こいつ何なんだよ、なんで猫みたいになってんだよ。研究チームの彼女は優秀な研究者で、猫は一匹も死ななかった。おお、すげえ事実だ。彼女は世界中の猫、独自に試薬の開発を進め、わしらに内緒で。しかし彼女は、実験は失敗か。母として生まれ、しかし研究者と、我が子に試薬。その通りじゃ。オリシも世界中からセカンドパンデミックの前兆、わしらはすがるように、そして祈るように。リリスとアダムが、その娘の使徒に触れた時、セカンドパンデミックは訪れる。世界の半数を失敗させ、二度目は全て、そのワクチンと特効薬は、そうか、それがロンギヌスのやりか。信じられ、この子の異常なまでの猫への執着は母親の犠牲だったというわけだな。おそらくは亡き母親、年葉もいかぬ。世界疫病の兆しを察知したブレイブは、ブレイブって誰だっけ、いち早く教授に連絡。教授とこの親子の尽力でブレイブは教団に反旗を翻し倒した後だった。なんという数奇な運命をたどったこの娘が、無類の猫好きな私の元に来るのも何かの縁。マジロリコンだな、こいつら。この牽制神教授、
うまいこと言ったなと思ってんな、こいつ。この子の しかしお前には渡さん。自慢の盆栽コレクションもぜひ見ていただきたいのですが。買収してきた。やられた、ノルゼン。買収されて神泉の手に渡ってしまった。何を儲けている。いえ。そうだな。お前がロリコンだなんて事実は衝撃だ。さあ。はい。そして浮遊城へと向かわせて、邪魔者を排除するか。なんてやつだ神泉、お前は。あれ、ネオ。まあ俺はロリコン趣味じゃないんで、ネオ。もう浮遊城突入して大丈夫だよね、これ。そのまま行きましょう。おー、写真。こう上まで行かないといけないのはめんどくさい。発信する。どこの海にいるんだ。あ、こっちか。こんなところで足止めを食っているのか、こいつ。入れんのかよ、これ。砂嵐の水バージョンじゃねえかよ、単なる。おお、ちょっと入れねえんだけど、どうすりゃいいんだよ。ノルゼン教授、今から冬。よし、来た。いつたすぐにでも念を送る。念使いだったの、こいつ。今のうちに食事と。誰に言ってんだよ。ノルゼン部下2人しかいねえかんな。学園長にしては支持力なさすぎだろ。兄さん、あ、行こうみんな。よし、行くぜ。もっと走れよ。そうだ、魔王の存在。なんか魔王の存在を匂わせてるけど、結局戦ってねえな。よし、あれ、なんかぶっ壊れてる。真ん中のクリスタルみたいなのが。いけない、相変わらず。エンカウント率は大丈夫だな。ここは確か敵が出なかったと思うんで。おお、こっちから行けんじゃん。宝箱。あれ、これって前の世界でも取ってなかったやつ？おお、おの。そうだそうだ、海賊をマスターしたから。どうしようかな。やっぱパンチ力のあるやつがいいよな。ナイトか。今ナイトって誰かいたっけ。いないな。ナイトにしよう。ナイト、ナイト、どこだ。結構多くなってる。あ、狩人にしようかな。狩人にしよう。狩人強いから。で、装備はシルバン棒。あれ、夜市の弓とかじゃないの。弓。あ、強えんだな、シルバンボ。ブラックベルトってなんだっけ。あ、クリティカルか。アビリティはホークアイ必要、バラージ必要。両手持ちが必要ないな、そうすると。行きがけがいいな、そうすると。いや、ちょっと待って、反撃にしよっかな。こいつ結局、どうしよう。そうだな、バラージと両手持ちを外して、エビで太陽釣るにするから、反撃アップ効果あるのかな。まあいいや、これでいこう。うわ、早速登るのか。あっちの宝箱も欲しかった。ん、なんだこれ。あ、向こうから来るのね。あれ、これってこの先ってもうすでに皇帝じゃなかったっけ。この先は危険だぜ。はいや、てかここも青宝箱あった気がするんだけどな。テントで休む必要はないだろう。寝てきたからな。ここ皇帝の間だよね、もう。はいや。青宝箱ちょっと見たかったけど、あ、いなくね、皇帝。誰もいねえじゃん。誰もいない。おお、頼もう。くそ、残念だが。何、陛下はもうここにはいないぞ。逃げたか、部下を残して。一足先にお引きいただきました。てかどうやって。我らのみここに残り。変な水柱があったから逃げらんないんじゃねえのかよ。とでも言うのか。全部覚えているぜ。そうか。もう一度会えて嬉しくねって言えば嘘。
お前は何度でもやられるんだよ。それでも俺らは戦わなきゃ。そう、世界なんとなく。そして何度でも倒してやる。どんなやつだな。こういう、あ、二人で来そう。君の意志貫いてみせなさい。そうするとどっちから倒すか。やっぱりなんか回復してきそうだから、おっさんから倒すか。デフォルト一応エビで対応するをやって、フィジカルガードをかけておこう。劣化のウイルスの構えて、うわ、なんでだよ。マグノリア狙えよ。フィジカルアップももうかけとこう。よし、デフォルトしてきたか。くらえ、強い、さすがだ。もう一回フィジカルガードをかけとくか。重ね掛け。どうした、ユウ。いや、戦いに集中してるよ。いや、三人が揃うの思い出さないか。一緒にアニエ様を救いに行こうと誓っ。気が回ったのか、ユウ。お前が見せるべきは何。干渉に浸りきってんだ。いや、干渉に浸っても倒せるからね。あの時、懐かしさ。そうね、戦いに集中しなくてももうお前らなんて倒せるんだよ。ヒール 2999。 マジかよ。だがそれを何、無効化できなかった。9999、当たんなかったか。ニコライ、お前は邪魔だ。マグノリアは、まあ、対応するか。回復するか、やっぱりそろそろ。どうしよう、ティズずらそっかな。ここでガードされると元も子もないからな。ウルフファンゴ一回だけ打とう。俺は君たちを本当の仲間だと思ってた。まあ、騙されてただけだけどね。でもその思い、一度裏切られた。この後に及んで、我々を説得する。何を説得しなくて。我らの行く、それは。それでも、仲間だった、たとえ。意志に目覚め。あれあれあれ、なんだなんだなんだ。ようやく動き出し。そんなんじゃ、それを。おお、ヒール邪魔だ、ニコライ。お前を殺す。おっと、やばい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 、そろそろやばいぞ。やんべ、死んだ。遅かったか、マジか。仕方ない、アレイズを使おう。アレイズも味方全体か。バイソンホーン、ジャンが動けないな今。よしよしよし、あ、間違えた間違えた間違えた。バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、これでいかないと。ライトニング、ライトニング。ザコが、アレイズ、さすがだ。もう攻撃にかかるか。ニコライをちょっと先に倒しておきたいからな。フィジカルアップ、レベル対応する。くらえ、9999。おら、よし、何も言わないです。知ってったか。いた、反撃バイソン。そうか、今バイソンか。これはこれはちょっと守りに徹しよう。バイソンの構えが解けるまではちょっと補助魔法だな。ほら、やばいな、マグノリア。なんだかんだで食らうな。おお、疾風のファルコンになった。よし、攻撃を仕掛けるチャンスだ。これはもうバイバイ劇で行こう。お、バイバイ劇がない。そうだ、忘れてた。もう海賊ではないんだこいつは。月魔法でフィジカルアップ。ほいほいほい。だけどお前のフェンサーはすげえ役に立ってるぞ。もう終盤に当たっても使ってるからな。おっしゃったったった。ーくらえ、
どうだ。すげえ、めっちゃ上がんな。エーテルターボとエクスポーション。お前らの敗北は変わらないんだよ結局。負けた。認めろ。どうした。俺は言ったよな。要するにあれだ。ええ。私も大事なことの私たちはその覚悟ができ。嫌です。何？死んで全てを終わらせようなんて。俺は二度もなか。しかし言う、私は歴史を改変し、世界をここで生かされたところで。分かってます。何度でも向かってこい。ここ何度でも倒してやる。これからの世界を良くすることは。俺のじゃん。当たり前だ。俺が変えたいのは、ひもじさを強いられ、ひざまずいて額にこびりついた。俺がガキの頃味わわされたす。そのためにって。それじゃ。何？ジャンがすべての敵討ちを無事終えたとする。そしてそいつはまた。俺が。まず信徒やタミ。それは。ええ。こんなのこのままで。ゼネオルシア家のような。家を捨てる。ゼネオルシア家は聖教騎士団におけるすべて。なんだって。アニエ様。はい、聞こえています。こいつどこにいるんだっけ。あ、教会にいるんだ。ユーゼネオルシアの勇気ある申し出。またカムラン家などカムラン家って誰。有力な名家からも連盟。わかんねえや。同様の提案がなされています。おお。カムランさん、そうだ、あれだ。未来さんの婚約者だった人だ、カムランさん。カムラン外務次官だっけ。また同じシャアとのアクシズの交渉にも出てきましたよね。さすがだな、カムラン。我らエタルニア公国が。なんか言ってたけど、全然話聞いてなかった。ラフリーカヤが俺たち辺境の民だって協力するさ。辺境の民の協力はいらないな。世界中み言う。ええ、巨大な作用組織の。むしろそんな奴らはもうみんな切り捨てる。そのために俺は忍者になったんだ。暗殺。ニコライさんがそれに関しては。しかしそれでは。うるせえな、ニコライ。話し合いではラチが開かない。そうじゃないんです。まず俺たちがいつか分かり合える。そうだな、分かり合えなかったら殺せばいいんだ。言う。若者の成長は。じゃあ何年かかろうと、どんなに三十歳だから。ええ、君ならば皇帝陛下の居場所を教えしましょう。こいつら簡単に寝返るな。君の手で。兄さんはどこに。ガテラティオの地下ゼネオルシア霊廟に。そんなところあんだ。行きましょう、ユウ。あ、知ってるの。俺だけ知らないの。なんだよそこ。初めて聞いたな。ちょっと探索します。青宝箱ここあったと思うんだけどな。しかも行けねえし、こっちセーブだけはしとこう、せっかく倒したから。よーし。ガチャコンと。戻る感じでいいのかな、そうすると。もはやどっから来たか覚えてないけど。あれ、いけねえ、こっち。マジ騙された。お、敵のブレイブアタック。お前らまだ出てくるか。一般帝国兵。もう帝国に未来はないぞ。職を変えなさい、職を。転職活動するべきだ、君たちは。あ、買って買って買って。
すげえ一発で倒せる。お、かっけえなマジで。こっちから戻れるか。おお、宝箱いっぱいあんじゃん。あれ全然取ってないな。光の盾超かっこいい。盾装備してるやつこいつしかいない。なんかもったいねえな、先制術師に光の盾って。贅沢だな。てか宝箱全然取れないんだけど、どっから行けばいいんだこれ。あれちょっとわかんねえぞ。こっちか。これ正規ルートで来た方が、これ押すと多分旅人のところ行くから。また出てきた。相変わらずの硬さだな。だけど、うわっ、さっぱり返し、マジかよ。倍返しどころじゃねえよ。やられたらやり返す。3倍返しだになった。ズリーな3倍返しって。今日も覚えたいんだけど、うわ、フェニックスのがない。意外にフェニックスのがなくなってる。ここの階の宝箱が相当取ってないな。よし取れた。あと右下か。神々の怒りとか言って、もう今はいらねえな。昔は。あれこれなんでどうやって行くんだ。こうか。行けないし。なんだよマジわかんねえ。お、ブレイクアタック、おらおら、おー、つえつえつえ、殴れ殴れ、殴りでこんだけ強いって。俺の拳はもう血まみれだな。己の血と敵の血で。もういいや、帰ろう。ここはもうこれで終わりか。早かったな浮遊城。とりあえずちょっとここら辺で降りるか。こっちか。というところで、じゃあ次回はゼネルオルシアレイドみたいなところに、行くところからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。